続いてご紹介いたしましょう。次長課長のお二人です。マルコポーロー、浸透してね、仕事半端で浸透してきましたね。続いて、はい、ご紹介しましょう。本日のゲストです。ハイキングウォーキングのお二人です。いい子じゃな。なるほど。ナビの明けのお二人です。よろしくお願いします。岩本さん、岩本さん、岩本さん、わざましてくるさんまちゃんやれへんで。えないな。これは宮崎言っとったりしといて、これ。ほら、宮崎言って、嫁は見とくちゃ。美しいな、今。あ、キャバクラ行ったやろ。嫁は見てるんですよ。一問目はこちらです。第1問、早押しイラスト大辞典。今回会場にお越しのお客さん全員に、目から始まる絵を描いてもらいました。5つの題名、目、ホニャララをお答えください。制限時間内に全て正解すれば賞金ボードを2枚めくることができます。はい。さあ、目から始まる、あ、今日切り込み隊長がいないですね。切り込み隊長がいない時は、はい、行こう。1番、はい、明治大学 OB 会。それ明治大学ってお前。あ、そう。明星とかだ。はい。1番、明徳義塾高校 OB 会。思え、金庫部隊長も今日失格。今日失格って。今日金庫部隊長失格です。はい。本当に本当に。あ、レイジ。2番。2番。メロンなんか食べて本当死んでもうけ。昔言われました。メロン食べたら死んでもうけ。ローストメロン。牛肉のロースとメロンは死んでもらうであんな食べたらよ。3番、3番、メキシコの休日。何やねんそれ。もうメキシコの休日やめます。いや、はい、いや、ええよ、メキシコの墓参り言ってもええよ。はい、どうぞ。4番、メキシコの墓参り。そのままやないか。今言うて、え、言うてええよ。でもええよ、おや。どう出た。もうやめとけ、こっちは。どっちや、レイジ。はい、2番、2番、メキシコってどこやの。一応メキ、あ、あいけいけいけ。あ、本当にもうメキシコはダメですよ。はい、九太郎。1番、メキシコのビル最高。あかん言うてたから。そこは変えなかいよ。それは変えなくていいんでしょ今の。それは変えなかい。今の変えんでいいんでしょ。じゃあ今のはお前メキシコ言いかけて押してしまって俺がダメって言ったんで違う目のつく国の子行くね。パターンとしてはそれも、あ、急に来たからこうやっていう言い回しでやったら成立すんねん。はい、次、強し。おっさん、おっさんやね。今、面白メキシコあるかな、強しや。面白メキシコあるかな、思ったら。いや、こんなん消えへん言うてんねん。強し、言えん言うてんねん。何回して消そうとしとんねん、アホ。はい、どうぞ。2番、2番、名神高速で行くのお母さん。メキシコ入っていいねんな、これで。ゆうちゃん、はい、実は私ね、うん、ゆうちゃんに謝りたいことがあるの。まさかの展開、まさかの展開ですけども、ひむこさんがゆかいさんに謝りたいこととは何でしょうというのが問題。正解はこちら。あ、いとこじゃないの。ダメ。まあいろいろ人生のやってきたじゃないですか。はいはい。そのことを週刊誌にベラベラ喋ってた。あ、まあいいか。もう正解。すごい。よくわかる。ダメ。いいと思って友達に喋ったら、その奥さんの、旦那がその新聞社の人やってんね。それを今日懺悔されたんです。実は私ね、うん、ゆうちゃんに謝りたいことがあるの。何？昔ね、ゆうちゃんは有名人と結婚した時あったでしょう。有名人って？有名人。1回目。え？あの時ね、日刊スポーツでスクープでさ、うん、新聞載ってたでしょ。うん、いきなりスクープされちゃったやつ、うん、覚えてる、あの、すっぱ抜かれちゃったやつ、うんうん。
15年前の1997年、未発表だったユカイさん1回目の結婚を日刊スポーツが独占スクープで報じたのだが、ごめんね。え？なんで？私の知ってる人がね、私今日ゆうちゃんの結婚式行ってきたのよって言ったらね、その人日刊スポーツの、うっそーさあ、ゆうかさんだったのそれ。だから謝って。なにこれ、嘘でしょ。俺ずっとなんかさ、ライターの友達だと思ってたんだ。それそいつがなんかこう言っちゃったんだ。キミコさんだったのだよ。涙が出ちゃった。そんなところから。でもだってキミコさんだってあれだもんね、あの別に悪気があって言ったわけじゃない、うん、嬉しくて言ったの、うん、そしたらね、その奥さんね、日刊スポーツの人の奥さんだったの。うそー、チャラだよねこれ。実はね、さんまさんにも懺悔したいことが、え、何を？あって、この間ね、うん、栃木の美味しい味噌プリンをさんまさんに持ってったんですよ。あんまり持ちが良くないのね。あ、で保冷剤がいっぱい入ってたのね、うん、でちっちゃい保冷剤がこうちょこちょこ入ってたんで、うん、冷蔵庫探して大きい保冷剤を、あ、これだったら大丈夫だな、でそれを入れて、で渡したんですよ。で家帰ってきて、そしたら妻がなんか冷蔵庫探してて、兄ちゃんがなんか氷枕知らないって。それでさんのプリンの上に氷枕が、しかもニーチェの氷枕なんです。娘さんのプリンの上に、そう、すいませんさんまさん。どうでもいいよ。そういうわけで優勝トップ賞関根勤さん。阿部さんは還暦を過ぎた現在の生活ぶりを歌ってくれます。水色の手紙の替え歌で還暦の礎。お元気ですか。あら、今では面影ないだなんておっしゃらないでくださいませね。水色は膨張色だから高くない、肩幅をマイナス斜め立ち、独身だから寂しくなって短パン履いてカッポする、深夜の渋谷で虚しくなるだけ。私の向こうに来てください。私の徘徊止めてください。いやー、身を削った歌詞。もう素晴らしいね、阿部さん。今の間にすっかり痩せ細りました。そう、見違えるよ。そうでしょ。阿部さんでもね、こう斜め立ちになるとね、ワールドカップのトロフィーに見えますよ。ゆうこりん、いかがでした。阿部さん、太った太ったさんまさんいますけど、足とかすごい綺麗じゃないですか。ありがとうございます。本当に綺麗ですよね。足だけ見てるので全体で見てほしいの。前も言うたってますが、本当僕たちの憧れの人ですよ。まあもちろん美穂子さんもそうやし、玉尾さんも我々中学校高校憧れの人が
全部総崩れ。何をそんなことないですよ。崩れてそんなね。じゃあ何やんか。俺たちの選手の夢を。いいのいいの。あなたのためだけに私たち生きてるわけじゃないんだから。さかのぼること3年前、ブサイクだらけの芸人ダンスチームブサザイルが替え歌に登場。エグザイル全面協力のもと、2週間にも及ぶダンスの猛特訓の次、替え歌スペシャルの優勝を狙った。そしてその結果は、その差わずか3ポイント